航空爆料幹部、英語、エアースタッフオフィス、略称、ASO は、日本の観光庁の一つであり、防衛省の特別の機関である。外国軍の空軍参謀本部に相当する。航空自衛隊の防衛及び警備に関する計画の、立案に関する事務等を司ることを任務とする、防衛省に置かれる特別の機関である。航空爆料幹部の長は、 航空爆料長である。なお、空爆は、戦前の参謀本部、軍令部のようにいわゆる軍令のみを担っているのではなく、統合爆料幹部、防衛省内局と合同で、予算、人事、総務、編成、調達等を含めた、航空自衛隊を取り巻く防衛行政全般を、担っている。その意味では、軍令、軍政双方の機能を持っているのである。かつては、 まず航空幕僚幹部が、いわゆる軍政と訓令の双方の事項について、計画立案し、さらに防衛省の内部部局がそれらを調整するという二重の手順を経る形になっていた。2000年代に入ってからの防衛省改革により、部隊運用にかかる部分については、統合幕僚幹部、統合幕僚長の職唱となり、航空幕僚幹部は、 コースプロバイダーとしての舞台運営が主となっている。調査部を運用支援、情報部に改装。防衛部運用課を運用支援、情報部運用支援課に改装。調査部調査課を運用支援、情報部情報課に改装。技術部技術第1課及び技術第2課を技術課に改装。総務部法務課を主席法務官に改編。人事教育部人事計画課。 援護業務課及び教育課の3個課を、人事教育計画課、募集、援護課の2個課に改組。防衛部装備体系課、情報通信課を、事業計画第1課、事業計画第2課に改組。科学技術館を新設。ありがとうございます。